後藤可愛くない？ジガジさん。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日は針も糸も使わない簡単リメイクをお伝えしたいと思います。はい、こちらに用意しているのがいつも私が愛用している GU の白 T タンクです。そして同じスタイルの黒 T タンクです。この2つを針も糸も使わない1分でできる簡単リメイクしていきたいと思います。実はね、先日ある百貨店でちょっとセール品を見に行ってたので、その時にブースパンクっていう素敵なブランドがあるんだけど、そこで見つけたのがタンクにリボンのついた素敵なデザインのタンクティー。はい、ちょっと見て作っていきたいと思います。先日断捨離の時に家で見つけたのがこのリボン。プレゼントについてた包装に使っていたリボンだと思うので、針金が入っててクシュッとした感じになるのね。ドリスバンノッテンで見た T シャツは多分クシュッとなるタイプではなくて、もっと地圧のこういうね、グログランっていうねものだったんだけど、よし、これはちょっとやる価値あるぞと思ったので、ご覧ください。ここからこちらにシュ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 って通します。そしてちょっとね、このリボン同士の長さを違えた方がデザイン性が出るので長さを変えます。そしてただ結ぶだけ。簡単でしょ？見て見て見て、可愛くない？可愛くない？でね、もっとデザインを欲しいなっていう方はこれね、針金が入ってるって話をしたので、クシュクシュッとこうやってさせていただいてもいいわけで、前にちょっとあるのが嫌だなっていう方はこのままギュギュギュッと後ろに持ってって、ね、肩の上にこうやって黒い卵が乗っかってるようにしてしまうのもあり。どう？可愛いと思わない？後で着てみるね。はい、今度はこの子にあるアイデアをつけてみたいと思います。基本的にアイデアはこの白タンクティーにつけたリボンと同じ感覚なんだけれど、この子に何をするかというと、こちらのキーレースをつけてみたいと思います。実はね、これ去年の11月にパーソナルスタイリスト協会の11周年記念パーティーの時に頭にこうやってこうちょっと巻いてアクセサリー代わりにしてたんだけれど、通常ね、肘屋さんなんかでこういう感じに、まあ、1、2メーターぐらいで100円ぐらいかなで売っているんだけど、東京だったらね、新宿の岡田屋とか、あとはユーザーワイヤーだったりとか、日暮里の生地問屋とか、いろんなところに生地の問屋さん、問屋街あると思うので、ちょっと近くに行った時に生地屋さんでこういうジュールレースを買っておいたりとかすると、いざっていう時ね、何か使えたりとかするんだって。私は結構ね、最近じゃちょっと行けてないんだけど、海外とかね、ちょっとかわいいボタン屋さんとか、ちょっとした生地屋さんみたいなところも回るのね。例えばこれね、さっきの白 T だけど、ここに何かボタンをつけるっていうんだってもっとかわいくなるし、このリボンのところにビーズだったりとかボタンだったりつけるとすごくかわいくまたデザインが変わってくるので、新宿の岡田屋に行けば、その自分の好きな布を購入して、それをこうカチッてはめるくるみボタンを作ったりするような機械も売ってたりとか、パーツも売ってたりとかするから、たまには覗いてみて。でもちろん、そのステイホーム中にさっき私がリボンを見つけたよって言ったように、断捨離をしてみると意外とお家の中にいろいろなものが転がっている可能性があるので、ぜひ逃さずいろいろ探してもらいたいと思います。ではやってみるね。はい、同じ要領です。こうやってね、結んで、これね、もちろん白 T にやるのも可愛いんだけど、逆に黒に黒だから大人っぽい感じになると思うのね。で、ここちょっと広げるでしょ。どう？どう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 ？可愛くない？リボンがちょっと子供っぽいなって思ったら、少しクシュッとリボンを下に向けたりとか、全部リボンをね、片側に寄せてしまうとか。どうどう、かわいいでしょ。990円の白タンクが家に転がっていたリボンでこんな風に生まれ変わっちゃうのよ。どうどう、かわいくない？ジガジさん。でね、このように大きなモチーフがついているような場合は、ピアスとかも小さめにしたりとか、逆にノーアクセとかにしてバランスよく考えてみるといいと思うよ。はい、それでは次行ってきます。じゃん。どう？どう？は
はい、こういう時もやっぱりね、ノーアクセにしてみました。まあ、このタンクティーも1000円、さっきね、1-2メーターぐらいで1800円ぐらいのチュールレースの話したけれど、チュールレースにもちょっと柔らかいソフトチュールだったりとか、ちょっと固めのチュールだったり、いろいろ種類があるので、どれぐらいが一番形になりやすいかなっていうのもチェックするのもいいかもしれない。これもとソフトのものだけれども、こうやってね、形になりやすいものだったのね。で、1000円の T シャツのこれがね、さっきのだから言った私が切った分量で言うと多分100円とか150円ぐらいだと思うの。だから合計1150円、こちらは990円のまま、もうなんてリーズナブルで可愛い T シャツたちなの。というわけで、いかがでしたでしょうか。このようにぜひお家にあるもの、それからちょっとしたアイディアでね、プチなプライスなものを可愛く変身させてあげてください。それでは、試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきました皆さん、いいねボタンで高評価をお待ちしています。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ではバイバイ。